もっと強さを好きになる。楽を旅にする。楽旅。 皆さんこんにちは。ラクタビ若村です。さあ本日も午後3時になりました。ほぼほぼ毎日配信しています。ラクタビ通信ライブ版。今日ちょっと旅へ。本日もスタートしたいと思います。拍手。さあ今日は2月の20日土曜日です。お天気が ちょっとね今は薄曇りになってきましたけれども朝から今日はいいお天気で気温がぐんぐんと今上がっておりまして今日は最高気温が16度の予想になっています天気予報週間天気予報を見てみますと明日の方がさらに気温が上がって明日は最高気温が20度近くになります明後日 月曜日もさらに気温が高まって、土、日、月と、4月の中旬から下旬あたりの暖かさになるそうなんですよ。しかし、火曜日、水曜日とまた再び冬の寒さが戻ってきます。まだ火曜日の祝日は大丈夫なんですが、水曜日あたりが再び1桁台にまでぐっと冷え込むような予報になってまして。 20度があったかと思えば、また一桁台へとぐっと気温が乱高下しますので、皆さんね、体調管理にお気をつけをいただきたいと思います。今日はまだね、気温がまあ、15度を超えてきましたので、まあ、比較的暖かい日和になっていますので、今日はもう窓を開放しまして、こちら楽旅京町屋の1階、お茶室の方からお届けしています。 ちょうどこちらが洗剤というお庭になっておりまして、ちょうどこの薪の木と石道路。ちょっと見えてませんが、向こう側につくばい。ちょっとこう赤い花がついてるのわかりますかねサザンカ。もうだいぶ終わりかけということで、お花もほぼ咲き揃って散っていっていますけれども、えサザンカが今少しね、赤い花を添えています。 で、向こうに据えた灯籠が1つあってということでまあ、小さなお庭ではありますけれどもえこのお茶室に付属する路地というお庭としてこの壁向こう壁向こうはもうたこやくし通りということでねえ人々が今行き交っている音なんかも聞こえておりますから逆に私の声も結構 <laughs> たこやくし通りを行き交っている皆さんに聞こえてるんじゃないかと思います。ちょっと今、 音量下げ目でお話をしてるんですけどもあの向こう側の道の人々はこの壁の向こうからなんか声が聞こえてくるな何をやってるんだろうということでねなんかちょっと不思議な声がね漏れているような気がしますけれどもまあ今日もですね元気にスタートしていきたいと思いますさあそれではですねもう今日は早速今日ちょっと旅へということでどこかの寺どこかの神社へと 皆さんと今日もトークで旅をしてみたいと思います。さあ、今日はどこへの旅になるでしょうか。さあ、恒例となりますが、この箱の中、くじ箱の中には、たくさんのお寺神社、または歴史上の人物、文化財、仏像など、さまざまなテーマでトークテーマが書かれています。このトークテーマが書かれた、 旅くじを引くことによってもうそこの場所へすすぐにトークで旅をしたいいと思います、まあ、本来であれば皆さんと直接お会いをして講座ツアーで魅力をお届けをするところなんですけれどもなかなか今お会いする機会が少なくなっていますのでこういう旅くじを使ってオンラインで皆様に京都の神社お寺へと旅をしていただきたいと思いますそれでは行きます。 くじ取引です。さあ、いきますよ。さあ、今日はどこへの旅になるでしょうか。いきます。下の方から、こちら。こちらを本日のトークテーマとしてみたいと思います。それでは続きまして、今引いたこの旅くじの中身を改める、くじ改めです。 まずは、私が確認をして、皆様に一つ、二つ、三つとヒントを出していきたいと思います。そのヒントを皆さんは聞きながら、あそこのお寺かなとかね、いや、あそこの神社じゃないかななど、ぜひそのヒントから、どこのお寺か、どこの神社か、 当てていただきたいと思います。わかったという方はぜひコメント欄に、何とか寺、何とか神社と書き込んで。どれぐらい共闘してるか、腕試しをしていただきたいと思います。ここ数日、吉田兼友とか。昨日幕末の石碑で、水光感が出ました。激ムズ。難しい。行ったことがないとかね。皆さんからいろんなコメントをいただきました。 なかなかディープな京都の奥深さを感じるような今、旅くじも出てきておりますけれども、さあ、今日はどこの旅くじでしょうか。くじ改めです。 昨日も幕末の石石碑碑で、で水耕寒という石碑でした今日も石碑です。ただ時代は昨日の水甲館は幕末ですから150年160年前の江戸時代の終わりの頃の石碑でしたその江戸時代の終わりの頃の歴史を示した石碑でした今日は 今からもう少し前の今から言いますと約ね500年とか400年前の室町時代の後期から安土桃山時代にかけてその歴史を記述した石碑になります。皆さん、先日、KBS 京都で、 ある番組があって、私が1時間何かについて語りました。全国の皆さんは週明け2月の22日月曜日、衛星放送 BS11 で夜8時、20時から1時間、KBS で放送したものと同じものが全国で衛星放送で放送されます。その中に登場する 絵を描いた絵師の邸宅跡の石碑です。実はこの石碑にはその絵師の集団のある一人の人物の名称が何とか何とかという名称個人の名前が入って邸宅跡と入ってきます。そその人物こそ 室町時代足利将軍家のお抱えの絵師となってその絵師の集団の大きな基礎を築いた人物です。わかりましたその方の孫にあたる人物が織田信長や豊臣秀吉が築きました安土城大阪城などの 小壁が絵画を手掛けた有名な人物です。その安土桃山時代の人物の祖父、おじい様にあたる方の邸宅の意向を示す的です。さあ、皆さんわかりましたかそうなんです。今日のトークテーマはこちらです。 加納元信邸宅跡になります。加納元信。さあ、皆さん、どうでしょうか。加納元信。あの場所は、京都御所からちょっとこう西へ行きましたあたりなんですよ。ちょうど、 京都御所のすぐ近くに地下鉄今出川駅がありますね。で、この今出川駅降りて地上に上がりますと、大きく烏丸通りと行きますよ。東西の今出川通り、シャッチこの烏丸今出川の交差点から、西の方へと、つまり北の天満宮の方角へ向かって、西へ、 西へと歩いていきますと、室町通り、新町通りの交差点が出てきます。で、この新町通りの交差点を、南へ、京都駅方面へ、左へ曲がりますと、一筋目を右になります。ちょっとややこしいんですが、細い道になっていきます。今出川。 新町一筋目を西へということでその道のちょうど中ほどにこの加納元信邸宅の意向を示す石碑が道の北側に出てきますその辺り一帯が今から500年ほど前室町時代から将軍家足利将軍家のお抱えの絵師として ももととは派、あのー、水墨として絵を描いて生、まあ、形、家業を成り立てていたんですが加納政信がいてその息子にあたるのがこの元信という絵師なんです。で彼がもちろん正信の頃から将軍のお抱えの絵師として家の確立をしてさらにこの元信がその基礎を築いていきます。 加納元信は将軍お抱えの絵師としてさまざまな絵を磨くとともに一説にもともと加納派は水墨にあの墨の濃淡だけで描く水墨画に秀でていた絵師なんですが一説には当時宮中の絵を手がけていたのが土佐派この土佐派という絵師の集団が代々 五所の華やかな絵画、大和絵と言います。大きな平和の輪と書いて、大和、大和絵という、我が国古来の色彩豊かな絵画を、宮中御所などに描き、受け継いできていたという一族なんです。この我が国古来の大和絵を継承する、土佐派と水墨画、 まあこれは中国伝来の特に禅のお寺などに伝わってきた水墨画という絵画ですね。この水墨画の流れを持った加納派この大和への土佐派加納派の水墨画これが実は融合する時期が来るんです。これがおそらくこの加納元信の,の結婚した奥さんが 加納派の女性、土佐派の女性であったと伝えられまして、つまり土佐派の娘を加納元信が目取って、色鮮やかな山和絵の伝統と水墨画の加納派が融合して、以降、加納元信、加納昌栄、加納栄徳、加納丹勇と続いてくる、あの色鮮やかな お城などを描いた、狩野探幽なんかになりますとね南禅寺とか二条城辺りにも代表作が残るとされていますけれども、まあ、この色鮮やかな絵画にあたる狩野派の絵画が大成されていくわけです。ということでこの狩野元信は室町時代に生きた絵師で後に続く孫が狩野英徳ですから英徳を英才教育して後に大きな 日本画壇の頂点を極める狩野派の基礎を築いたのがこの加藤元信という方なんですね。で、この方の邸宅の遺構が現在石碑が残っておりまして、まあ、つまり地下鉄の今出川駅の辺りは烏丸通りと室町の間今出川通りと上田中の間この一角がかつての室町幕府の花の御所という。 まあ一番の中心でしたからいわゆる今の同志社大学の売館というキャンパスがああるたりです。この辺りを中心に武士の政治が営まれていたのでその武士の保護のもとで大きく大成していった文化例えばこの絵画の世界であれば可能派近くに邸宅を持って将軍家にお仕えをしたんです。関西流、能楽です。 もうちょっと西へ行ったところに現在西陣中央小学校がありますがあそこがもともと関瀬の宗家の邸宅があった場所と伝えられまして現在も関瀬町という町名が残ったりしています。このように将軍の邸宅を中心に絵師や能楽師が住まいするなどまさに政治と文化の中心が西陣界隈であったわけで。 その中の一角に現在でも可能元信の邸の宅の遺構が石碑で残されているということなんですね。で実はあの石碑をね、またね、ちょっと皆さんも見つけていただくといいと思うんですが、これね、曜日によってはちょっとね、辺りに住んでいる皆様のね、あのちょっとゴミの収集場にもなってますんで、あら、今日はちょっとゴミが多いな <laughs> という時もあるんですまあ、それはね、 もう生活をされておられますから、まあ、そこは多めに見て、そこに加納元の部の石碑がありますので、ご覧をいただいて。でその石碑を見て、後ろ振り向くと、建物がずらっとこう並んでいます、道に沿って。その建物の一筋、細い道がね、住宅街の中へと抜けていってるんです。この道が京都検定の本にもあったかな。 可能可能図紙といいまして向こう側の武者の工事通りへと突き抜ける細いちょっとクランクしますけどもえ老路があるんですよ。可能派の邸宅があったところの細い手前の道から向こうの道へと抜ける細い老路であることから図紙といいましてこの道を特別に可能図紙と称してるんです。 ぜひこの元信の,の邸宅の石碑と細い老地を抜けながら加納寿司の歴史をたどって抜けますと武者の事通りですぐ右手に西側に武者の事専家のあのの利休から始まる三千家のお家元の一つ武者の事専家の寛久庵 お家元の邸宅があるんです、ね、やはり文化というものはこの西陣を中心に武家絵師能楽師茶道などたくさんの文化が集まっていたことが裏付けられるわけでね是非またこの辺りからゆっくりと武者の工事の千家の前を通って小川通りから上がると白峰神宮 その道向かいあたりがかつての本阿弥光悦の京屋敷跡とか上がっていくと表千家裏千家のお家元も出てくるわけで今から500年400年前の、まあ、文化の中心がほとんどはねもう新しい住宅街なんですけれども見えてくるような感じがしますのでね是非ちょっと地図を片手に今出川駅から降りて。 将軍家の屋敷跡、加納派、武者の工事専家、本弥光悦裏専家、表専家など、ぐるっとあたり一周巡っていただくと、大きな室町時代から安土桃山時代の歴史が見えてくるのではないかなと思っています。最近、人物名とか石碑が続きますね。吉田兼友も出てきましたしね。 結構、ちょっと皆さん、ヒントからこう、ね、当てるのがちょっと難しく <laughs> なってるかもしれませんけど、ぜひ毎日ね、チャレンジしていただいたらと思います。ということで、本日のトークは、ここまでとなります。はい。ということで、本日は、可能元信についてお届けをしました。さあ、ほぼほぼ、 毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へさあ明日も同じくこの午後3時から15時からお届けしたいと思いますそうですね明日も気温が上がりますから明日は向こうの洗剤の大広間の奥のお庭の方からお届けしてみたいかなと思っています さあ、それでは一番大切な心にハートに元気をチャージする「合言葉で締めくりたいと思います。さあ皆さん合言葉は「きっともっと京都を好きになる」この「好きになる」というところ皆さんも大合唱いただきまして。 手にはハートマークを作って京都からもたくさんの元気をお届けしますし皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思いますそれではいきますきっともっと京都を好きになるということで 本日は楽旅京町やお茶室と路地の風景をご覧いただきながらお届けしました明日も同じく午後3時15時からお届けしたいと思いますそれではありがとうございました誰か立ち止まって聞いてませんかね <laughs> 声がだいぶ聞こえていたと思います、はい、それでは ポチッと消したいと思います苔を踏まないように